はいどうもこんにちは、ハルチです。今回はライオットシビルアンレストというゲームをやっていきたいと思います。さあこのゲームはですね、まあリアクセスのゲームであるんですけど、まあその政府に対する、いい思いをしていない民衆が暴動する、暴動シミュレーターですね。まあ、暴動する民衆を、指揮するか、それを抑える警察側を指揮するかっていうところで、まあ、どちら側でも遊べる暴動シミュレーションですね。まずこのストーリーモードやっていこうかなと思います。でこのゲームのね、なんかロードマップみたいなものを見たんですけど、登場する国かなに、まあ、韓国だったりギリシャだったり、まあ、政情が不安定な国とか、あとは普通に主要の国はアメリカだったりフランスとかね、イギリスとかも登場するらしいんですよね。まあ、とりあえずストーリーやっていきましょう。これ国とかないのかな。それでまあ一応ね、確認のために一面ずつやってみたんですけど、なかなか面白いですね。そのポリス側でいきます。とりあえずポリスを進めていきましょう。まあ一面からやり直します。まあ確認でやってみたんですけどね、そのまあちょっと異なる役割を持つ警察の部隊で群衆を止めていくんですよ。まあいきなりね、そうね、反乱者を殺しにはいかないじゃないですかまあ最初の方はまあ盾とかで防ぎながら、これですね、敵をぶっ倒していくと。まあ一回やった程度なんであんまり分かんないですけどね。まあこれ一番上がタクティカルユニットといって、まあヘビーのディフェンス、まあアーマーをつけていると。まあ盾持ってますしね。にウェポンがね、クラシックバトン、まあ警棒的なことでいいのかな。で下のやつが、クラシックバトンを持っていて、まあディフェンスはミディアムだというアサルトユニットですね。まあ何が強いのか分かんないですよね。で一番下がね、M320 スモークグレネードランチャーを持っているユニットですね。まあこれでいきましょう。182ピープルが相手ですかね。さあでまあムービーがあります。まあこれポリゴンのゲームになるか、ローポリとかでもないですよね。でなかなかね、味のあるグラフィックで、まあなんだろう、最新のグラフィック的な感じじゃないんですけど、まあこの暴動の出来としてはね、すごく、まあ群衆がね多く描けてるので、雰囲気はすごくいいゲームですね。まあジャンルは一応リアルタイムストラテジーなのかな。まあこれが警察側のムービー。一応ね、民衆側でやるとムービー変わるんですよ。で、これはね、もう民衆をね、もう鎮圧してしまっているといった状況ですね。まあ、日本では考えられない光景ですよ。まあ、今のね、日本がこうデモ出てきて警棒やね、グレネードランチを持っていくかってとこですよねで勝利条件はね、まあ、敵のこのテントをぶっ壊していくということですね。でまあ、この縦ユニットでとりあえずね、こう前に詰めていくわけですよ。でゲーム止まんないからあれですけど、まあこれスタンス変えれてですね、まあ攻撃的に行くこともできるんですよ、やろうと思えば。例えばこれ見ていてください。これね、こうこの辺かな投げるかな、グレネードランチャーとかもこうやって撃てるわけですよ。ここでほらバンと。でまあグレーなんちゃだから大したことないですね。まあこれこう避けているところをこう進んでいくわけですよ。でまあ攻撃的なさ、まあ、チャージですね、チャージしていきましょう。これでまあこれ上のゲージがね、勝利条件というか勝利の戦況ゲージみたいなものなんですけど、どんどん敵をね押しのけていってますよね。どんどん押し上げていきましょう。で、このグレネードランチを撃ったりしていけば、その群衆はまた引くので、で、その隙にどんどん上げていく。まあ、このラインですね。これが重要ですね。どちらのラインが高いかくらいの意味で言ってるんですけど、
まあこれ以上攻撃に傷はないね。さあこのままいけば我らが勝利となります。ちょっと相手ね保ちましたね。打ちたい、はい、もう一回来ましたね。とどめさせちゃいましょう。はい、勝ちましたね。このようにね、まあ今圧倒的でしたけど、こう群衆をねどん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 奥へ奥へと追いやっていくわけですよ。でこれがリザルト画面ですね。まあ相手はねメンバー364人いたと、誰らね32人、まあ10分の1くらいですね。でこれは負傷者ですね、多分ウォンデッドがそうだよね。でキルドが死傷者ですよね。で6人このリベル側で負傷してしまったと、ちょっと残念な結果ですね関係ないですけどね。さあで新聞ですね。300人の、これはまあ民衆が集まった的なことですかね。イタリアですかね、イタリーって書いてあるのかな。まあ、30人のポリスが出動して、まあ、300人の民衆のデモに対峙した15時17分ですね。負傷者とかなんかそういうことが書いてないですね。で、まあ、こう次のも行くんですが、ちょっと今回はね、まあ、このゲームの概要を見せしたいので、まあ、1回クリア済みであるね、このリベル側の民衆側でやっていきたいと思います。まあ、ここでね本当特徴が分かりやすいです。同じマップで本当反対側をやるんですけど、まあそのね、一応ね今300人民衆集まってましたけど、このリベルが来るとちょっと難易度がね変わるので人数も減ります。例えばねこの人数かな、182人ここいるわけですけど、例えばねディフェンスのギアを上げると減ります。まあなんだろうね、その効果だから的な意味なのか分かんないですけどね。例えばこうディフェンスレスにすると200人になりますね。ただまあ182人キープして、まあ増やすか減らすかですよねそうですね、まあ民衆のもろさっていうのも数が多ければ多いほどもろくはなると思うんですよ。なんでまあまあですね、この164人にしておきます。でこれがねアイテムですね。まあこれ最初はね、このスモークグレネードと、これはね、ソーシャルといって、まあネットワークで、まあその、民衆の思いを届ける的なことですね。で、次このファイヤークラッカーとファイヤークラッカーズですね。これはね、敵の元に投げるとパーンって破裂するやつですね。本当にそれだけです。本当にそれだけですよ。なんでまあこのクラッカーと、もう一個はね、これかな、これ火炎瓶だと思うんだよね。どうかな、持ってこう持ってこう。でさっきと、まあ、条件は違いまして、民衆側はですね、まあこうこれスモークグレンドがねここに投げられるわけですよ。でさっき私投げましたよねまあこれから離れたりしていくんですが、このテントがね破壊されないように警察側をね押し返すんですよ。行きましょう行きましょう、はいはい。まだ動いてない相手に向かってね投げていきましょうよ。で近づけたりもできるんですけど、ちょっと裏のやついいかな、動かないですね。これちょっと投げちゃいます。投げれるかな、スタンス変えればいけるんで、ね、はい。まだか、これね赤いやつ今ねボートと化しております。攻撃的なことですね、こうなると。でも落ち着いてるかな、どうですかね。赤いやつ、これだね。投げちゃおうか。投げたかな、あ、どうだ、わかんないですね。あ、投げれてないか。はい。これほら、火炎瓶ですね。これでポリスを殺してしまうと思うんですよ。まあ仕方ないですね。必要な犠牲です。で、まあ他のやつ、例えばこういう今いる普通の人、これゲージね。これはね、まあモラル的なことです。
まあ、これで叫ぶことによってモラルをキープしたりすることができるわけですね。でこう押し込まれないようにしていくわけですよ。でボートたちでできるかな、こういまいちねやり方が分かんないんですけど、 こうかな、なんか投げてるんでしょうね。ほんといい棒ボードですね。こうなると今4人3人が平和的に行っていて、1つの部隊が攻撃的に行っているという状況ですね。一回引かせよう。でまあここを押しのけられないようにどんどん上げていって、ボートたち、あでも下の方もいますね。これ火炎瓶ここに投げましょう。ここねああ全然違う方に行った。ここ燃えちゃってますねさあポリス側はねもう全然何もできないですね。ライオッターズ・ア・ウィングが負けてるのかな負けてる気がするね。あもっと押しちゃっていいのかな。じゃああでもそう、ここがでもそうか、押されちゃってますもんね。まあこれこの辺前線押さえて、でまあソーシャルとか打っていきましょう。でここでね、ボートとかしたやつとかでどんどん押していくわけですね。さすがにまずいかな。残り1本ありますね。ちょっとね戻すか、普通の状態に戻しましょう。こいつもか、いつの間に火炎瓶投げた時かな。これで収まりましたね。はい、モラルキープをしながら、まあ、ファイヤークラッカーをぶん投げていって、投げちゃうか？危ないよね、でも火炎瓶。そうなるよね。これで押さえて、警察よく見えないけど、まあ、押さえていきましょう。押さえてんな敵か さあもうね終わったということでも勝ったということですよね。まあ今の押しようで負けたらおかしいんでね勝ちですよね。どうですか。あリベルビクトリーですね。で今回はねリベルがね、リベン、私たちですね、この民衆が一人殺されましたね。これはちょっと政府やってしまったんじゃないか。負傷者も多数ですよ、こっち。やってくれましたね。政府側として見れば、多分この死傷者っていうのはいい意味じゃないと思うんだよね。まあ、ミリタリー的なスコア1。いいの？ミリタリーリザルト1はいいんですかね、相手。99-1なんで、多分100中のってことですかね。まあ、その部分で私の方が評価されているっていう捉え方でいいのかなどうなんだろう。まあ、いや、ニュースペーパー見てみるか。ああ、もうこれ悲惨ですね。これ多分、本当にあった状況というか、先ほどの中の状況で出てるんじゃないかな。なんかすごいなんか長文になりましたね、こっちになると。とりあえずまあ戻りますか。さあ、こんな感じで、ね、まあ、暴動者としてやっていけるわけですよ、このゲームはね。で、まあ、このちょっと暴動シム、とりあえず今回はね、まあ、両方側でやってみたんですけど、次回はね、ちょっと、まあ、完全初見になるんですが、まあ、この続きのストーリーで、このね、民衆側でやっていこうと思います。とりあえずは民衆側で進めていこうかと思います。まあ、民衆側だと大体ね、ポリスに、まあ、例えば建物を破壊される、今回テントでしたけど、破壊されないか、もしくは、ポリスを押し込むか的なミッションとかが多いと思うので、
まあちょっと数多いけど、装備がね貧弱だと。まあ火炎瓶とかありましたが、あれくらいですよね。銃はね絶対持たないと思うので、絶対ないか、持ってもね全員が持つわけじゃないと思うので、まあ火炎瓶とかね投擲物でポリスを脅してというか驚かして押し込んでいくわけですね。でポリスがね、まあ、ゆくゆくは銃とかも持てるんじゃないかな。一応面をクリアするときに物とかもらえるんでね、それでまあ武装もちょっとカスタマイズできたりするんですよ。まあちょっと続きはねまた次回やっていこうかなと思います。